はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。アイテムの種植えながら、前回マナの剣が奪われてマナストーンの封印が解けてしまったので、まあ、神獣をこれから8匹倒しに行きましょうというところですね。で、順番は確かもう自分で行きたいように行けた気がします。なんかいいの手にあるかな。で、やっぱり後に回した方がいい神獣と先に倒しておいた方がいい神獣とかあったと思うんですけど、神獣の強さ的にね、もう全然覚えてないんで適当に行きます。で、ここでやっぱりそのセイバー系をちょっと駆使してボスと戦っていきたいんで、まあ分かりやすいなんか火とか水とかだったらもう相対する属性を使っていけばいいと思うんで、そういうところから倒していきましょう。もうどれが強いとかさっぱり分かんないんで、ブラックマーケットにも例によっていきたい。くそ、グレンの魔導士絶対に許さねえぞ。必ず俺がぶっ飛ばしてやる。笑って待ってやがれ。シャルロットも許せないでち。でもまずは真珠を潰すでちよ。あ、一応行くところちゃんと乗ってるじゃん。で、ブラックマーケットよ。俺が行きたいのはどこだ。ミントス、アストリアとか言われてもな。ウェンデル、ここはサルタン、ここはあれか、港町なんちゃらみたいな、カロ関係だよね。で、港町カロからどうやって行ってたっけ。船の移動してた方向なんてすっぱり覚えてないから。ここはバイゼル。あ、ここだね。で、やってきましたブラックマーケット。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。で、セイバー系をちょっと揃えていこう。爪だね。まあ3つあれば、3つまでしか戦闘に持ち込めないんで。ステイドンも3つ、ケルベロスも3つ、闇とかはさすがにないか、コインとかしかないね。セイバー系4属性、ここから攻めていこう。じゃあ分かりやすい霊下の雪原からいきますか。で、ここの中にすぐ行けるね。またこの極寒の迷宮に戻ってくることになるとはね。俺はこの寒さにはもう慣れた。さあ、神獣を倒しに行くぞ。で、一応ちょっと忘れないうちに爪、ケルベロスの爪をポセイドの爪と交換しておこう。これさ、ボスとか倒すとき経験値アップするアイテムとかエクスペリエンス 20% アップ、これも効くのかな。まあ、いや、ちょっと後で試そう。さて、この中、ここからは敵が、え、なんでこれ38でいいか、強えな。俺なんでぶりだっけ。39レベルだし。滑る、ちょっと本当滑る、ガチで滑る、感性が働く。あれ、でも武器ってさ、アルテナで買ったやつより強いのか。シーガーマン、いけ、またあのアーマーナイト的なものがいいな。こいつは設定必勝で、ソードマスターか。ピンク台風を使った形跡がある。わ、ドラゴンチックなのもいいな。ここはもう
フロストグラス。あんまり巻き込めてなかったか。コブと単純に強いだけか。私の本気を出せばこんなもんよ。ん？どうやって進んでいくの？これ登っていくのか？そういうギミックかとか思ったら宝箱だけだった。お、ハテナハテナハテナの種だ。やった。これあれだよね。なんだっけ、転職するアイテムだよね。クラスチェンジ。天使の聖杯。でスーファミ版だったらその欲しい種が出るまでセーブ&ロードでやり直せたんだけど、今回はそれできんのかな。無駄にはしたくないんだよね。最終的には結構個数手に入ると思うんだけど、序盤でもしクラスチェンジできるんだったらクラスチェンジしたいしって感じで、こいつ。セーブポイントがあって、星屑のハーブ、フロストドラゴン、アーチ戦いです。待て、逃げる。クロスチェンジすればまた新しいアビリティとか手に入るかな。いや、これちょっとめんどくせえな。使おう、ソードマスターのあれを吐き取った。全然動けん。え、まだいる。俺たちの敵じゃなかった。宝箱取りて。上からジャンプか。うわ、タメをタメて、このコードマスター、ちょっと逃げろ。いや、いって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 、真っ赤っかなんだけど、射程が狭いところで戦ってるからな。ムーンセーバー、誰？ナイス。どう進んでる今？合ってるこれ？高低差があると、あ、でももう金の女神像がある。ってかここにさ、これがある意味なくね？女神像があるんだったら回復だけして先へ進もう。うん、まだあれでももうボスか。寒そう。1体目、これが水の神獣か。アイテム開けないんですけど。で、ケルベロスの爪、これを使おう。でっけえトカゲみたいだな。うん、乗せたぜ。そしてフレームセーバーからの、お、いい、なんかすげえ弱点与えてるっぽい。弱点って書いてある。すげえ動きって。どこだ？あの氷柱、様子がおかしいぞ。え、なに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 、なんだか知らねえが、放っておくとヤバいことになりそうだ。マジか。よし、オッケー。あっちか、ピンク台風。ピンク台風を持ってきても戦いできないか。お、いいね、使おう。呪文、え、呪文チキ使っちゃった、間違えた。しかし、ちょっと連発しよう、扇風剣。フレインセーバーがまだ切れてはないね。待って、確かに今のは避けられたな。アイスクレイトル、これであれが作られるか。ナイスセイントビーム。よし、これでも結構あれを稼げるんで、技ポイント OK。
でもまだ200には足りない。ダメよ、でピンク台風も使ってるし、あ、フェイブセーバー切れてんな。だがもうこれはフレームセーバーなしでもいけるな。でも使っとこう、高いもんじゃないし別に。いけいけいけ、こういう時多分あったな、魔法が役に立ってくれてるな。めっちゃ殴ってるけどさ、オッケー、まだあるか。オッケー、でこれも決まりだ。扇風拳あんまり強くなかったな。ちょうど決まった。すっげえレベル上がったけど、あれなんだニキータ、チキチータ、なんだこいつ。こんなところで超寒そうなんだけど、とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。たっけ欲しい、またマジか、また来るよ。でこっち防具か、じゃあジョセフィーヌ、それはともかくってニキータのことそれはともかくとか言ってんだけど、すげえ欲しい、金が全く足りん。またお越しください。はい、また来よう。ちょっとはてなはてなはてなの種植えたい俺は。なので一回町へ行こう、どこでもいいから。真珠、まずは一体片付けたな。かなり強かったけど意外と何度かなったわね。よし、早く次に行きましょう。やったね。真珠は時間が経つと覚醒してどんどん強くなるからね。あと7体どこから回るかを考えて進んだ方がいいかもしれないよ。しっかり。そんなこと言っても真珠の情報がないからね、わからん。でちょっとセーブをつけたんで、はてなはてなはてなの種を1個植えて、デュランのやつが欲しいんでね、デュランの闇、塩の小瓶って言われてもわからん。なんかシャルロットっぽいな。アイテムで見れるかな。投擲クラスチェンジ、シャルロット聖児にクラスチェンジ、使用すると味方全員の状態異常回復一応アイテムとしても使えるんだ。待って変えたい。一回普通にロードしよう。これでいけるか。ある程度電源まで切らないとダメだった気がするんだよね、あのスーファミは。リセットだとね記憶されてるっぽくて同じのが出てきちゃうんだけど、電源まで切れば変わった気がする。それでなんか欲しいの集めてたもん。あとクラスチェンジってそもそもレベルいくつだったっけ。これで試してみて変わんなかったらもう本当にアプリケーション一回落とそう。あ、塩の首変わんねえな。で一応ちょっとアプリを落としてからもう一回ロードして、これで変わるかどうか。変わんなかったらもう入手と同時に、あーなんか決まってるっぽいね。じゃあシャルロットとはもう聖児にしちゃっていいんで、光光だよね、だって聖児って。ちょっとマナの聖域に行きますか、せっかくだし。聖域への扉入ろう。
この調子で行こう。じゃあちょっと見てみましょう。クラスチェンジするの？シャルロット、さあクラスチェンジできるかやってみましょう。クラスチェンジ、ステージ回復状態以上の魔法を取得するほか、全体にセイバーをかけられるサポート向け。あれ、光闇、ちょっと待って、ステージ闇じゃん。回復、多彩な回復でしょ。プロテクションハリセンチョップ、いやそこら辺どうでもいいわ。え、なんかでもステージでもよくねえか。別にだって全体の回復はかけられるでしょ。全体にセイバーって言ってもな、別にアンジェラが攻撃タイプじゃないからね。デュラン一人にセイバーかけられれば問題ないから、じゃあビショップがいい。やっぱりやっぱりビショップがいいんで、ちょっとやめよう。え、アイテムの種ってどこで集められるんだ。まあいいか、とりあえず真珠一体倒して、まあ、ちょっと機会があればなんかハテナハテナハテナの種は乱獲してもし手に入れられれば手に入れたいんですけど、ちょっとわかんないっす。まあとりあえず今回はこれで終了して、次回は残りの真珠ですね。まあ次はまあ炎とかがわかりやすいと思うんで、そこら辺をやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。